クルメラーメンの一例クルメラーメンは、福岡県クルメ市を中心に作られる、豚骨スープとストレートの細麺をベースにした、ラーメンである。鹿児島県、沖縄県を除く九州、山口地方全県のラーメンにも影響を与えた、豚骨ラーメンの元祖とも言われている。また、上記の濃厚な豚骨ラーメンの他にあっさりスープの食堂系、濃厚なスープの国道系と呼ばれるラーメンも、 存在する。南京染料五佐露店1937年に福岡県久留米市の西鉄久留米駅前に屋台南京染料が開店。長崎県島原市出身の創業者の宮本時代が横浜市の南京町や東京で流行していた品だけが入っていた品そばと地元の郷土料理である長崎ちゃんぽんの豚骨スープをヒントに考案する。この豚骨スープは 透明感を残したスープであった。10年後の1947年に杉野勝美が屋台39を同じくくるめに開業する。杉野は前述の宮本とも親交があり、39の野号も宮本の少年が明治39年であったことと英語の三九の意味から取られている。当時の39は南京占領と同じく 豚骨をちょっと煮た程度の透明感を残したスープであったが、ある日、母親に仕込みを任せて外出した杉野が帰ってきて、見ると、スープは手違いで強く高れに立っており、白濁していた。失敗と思われたこの白濁スープを飲んでみたところ、意外に美味しく、現在のクルメラーメンの主流の白濁豚骨スープが誕生することとなった。杉野は4年ほど経った1951年に、 福岡県小倉市に移り、来県を開業する。39の常連客であった4カ所に出港は、39の野号や権利を譲り受けラーメンの改良を続けた。4カ所の39は、後に、熊本県玉名市や佐賀県佐賀市に移転し、それらの地で、地元のラーメン職人に影響を与え、玉名ラーメン、熊本ラーメン、佐賀ラーメンといった九州各地のラーメンに影響を、 与えたと言われる。南京染料の屋台仲間の一人が1957年に故郷の富山県に帰る際に店の名前の使用許可をもらい、富山で同じ名前の南京染料を開業。富山風にアレンジしてはいるが、透明感を残した豚骨スープを提供し続けている。店によって差は大きいが、くるめラーメンの特徴として以下のようなものが認識されている。 クルメラーメンの豚骨スープの伝統的な製法に、継ぎ足しと呼ばれる製法がある。スープが減ってくると、別の釜で煮立てた新しいスープを文字通りに継ぎ足す製法であり、継ぎ足しでその店の創業以来のタレとしている、うなぎやのかば焼きのタレなどと同様である。継ぎ足しと比較すると、一般的な博多ラーメンでは取り切りと呼ばれる製法であり、 一定量の材料を一定時間に出してその日に使用する分のスープを作る。日本食品分析センターの分析によると、スープ1 0 0ム中の旨味成分の含有量は、一般的な取り切りで作られたスープは6ラムなのに対し、継ぎ足しで作ったスープは1 7ラムと2.8倍多かった。あっさりしたスープのラーメンも、また人気がある。店名に、 食堂が入った店が多いため、食堂系と呼ばれる。1955年創業の沖食堂、1958年創業の広瀬食堂が代表例として挙げられる。スープには豚骨だけではなく鶏ガラも使用されることが多い。長崎ちゃんぽんを提供する店も多いが、中学生や高校生向けに価格を抑えるため、肉や、 魚介類を抜き野菜のみを具材にしたチャンドンを提供している店もある。久留米出身の相川誠も学生時代にチャンドンを食しており、九州沖縄スペシャルで放映された NHK 福岡放送局制作のただいまに相川がゲスト出演した際には進行役の武田哲也と共に番組中でチャンドンを食している。国道3号沿いに店を構え、 こってりしたスープのラーメンが国道系と呼ばれることもある。1958年国道3号沿いに開業した丸星中華そばセンターや1965年に佐賀県宮城郡木山町に開業した丸高ラーメンセンターが代表例で広大な駐車場を備え年中無休24時間営業を行っており長距離ドライバーの評判も高い。 丸干し中華そばセンターは日本初の24時間営業店とも言われている。クルメラーメンでは一般的でない替え玉が可能だったり、トッピングが任意に追加注文可能なのも国道系の特徴である。ありがとうございます。